ここがフェリーターミナル。ここだここだ。今からちょうど1時間後ぐらいから入庫開始ということでした。ご飯間に合うかこれ。作って食べて。パッて作れるもの。あ、鮭もうちょっと食べたいな。時間がない時こそこのね、茹でない麺を。とーても良い香り。茹でない麺、黒砂糖を少々、醤油を、焼きうどん風の、あ、ちょっとかつお節。あ、結構うまそう。10分ぐらいでできた夕ご飯、鮭の焼きうどんです。いただきます。あ、鮭うまい。乗船乗船。シルバーフェリーっていうのは初めて乗りますね。あった、これだ。おお、こんな感じか。いいじゃん。あ、ちゃんとコンセントとかもあるんだ。そしてここから間髪入れずに黒へ向かう。あった、お風呂。北海道バイバイ、また来るよ。フェリーはね、すごい綺麗な船でした。お風呂もね、いい感じで、めっちゃ爆睡できました。そして私は八戸に着いたんだな。やばい、超爆買いしちゃった。桃もゲットできない。その目の前のふれあいハウスってところでもなんかいろいろ物を売ってて、カツオにお土産買いました。ニンニクパウダー、青森産の、これは私用、八戸産のサワ、缶詰は山ご飯で使えるんで買いました。なんか青森暑い。北海道ではたまにしか車のクーラーをつけてなかったんですけど、あ、ここから岩手県、青森から岩手に入ります。
石神の丘。できた。盛りが良すぎてこぼれそう。鮭のパスタ、あー美味しそう。最高ですね。ごちそうさまです。で今日はねデザートがあるんですよ。さっきの山直でゲットした桃、めっちゃ綺麗な色してる。桃いただきます。あーうま、幸せすぎる。青森でも桃って作ってるんですね。向かってる田沢湖はタツオと冬に来たんですよ。2人でキャラバン でその時は雪がすごくてめちゃくちゃ綺麗だったんで夏も来てみたいなと思って。ようこそ田沢湖へ。あ青い、やっぱ青い。あでも雪の時と全然違う。 In 300 meters, turn left.キャンプ場もうすぐ着く。ここですな。ほら、きれい。あ、すいません、これガチエイ行きたいなと思ってます。わかる、そういう時ある。そう、わかる。ビーチみたいな感じで、しかも砂がなんかガラスの結晶みたいにすごい綺麗なんだよね。なちょっと透明っぽくてすごい綺麗。さっき切ったネギも今日山直で買ったやつだし、このすごい立派なナスも光り輝いてる。めっちゃ綺麗。でこれは北海道で買ったタアサイです。バーン、ハラミの部分ですね。骨がついてるところなんでアラの部分になると思うんですけど、このしっかり身がついててすごい美味しそうなので、よし。
しばらく。切りすぎた。美味しそう。ついた方が食べやすいな、これ。やばい。うん、最高。葉っぱが落ちてきた。そして今日はもう一つお楽しみがあるんですよね。こちらが、あ、イクラの醤油漬けです。うわ、なんかすごい。めっちゃいい感じ。美しい。これをご飯にオン。あー、うんま。え、やばい。だよな。北海道が涼しすぎたのか。だって今の車内温度が28度近くあるんだ。暑いのでこいつに送風してもらいながら寝ます。ただ今の気温が21度。意外と低い。田沢湖の中をこれで観察してみようと思います。ああ、綺麗。すごく静か。おお、トンボが、え？こんな近くに？綺麗なトンボ。この波が美しい。随分深くなってきた。you
昨日産直でゲットした枝豆です。来ようと思っている。クマ出没注意。クマ鈴つけてきました。めっちゃ綺麗。蓋しましょう。おい。枝豆のりごまおにぎりです。桜岳展望台、やばい、ここは超絶景。なんかめっちゃ秋の雰囲気。もう葉っぱも色づいてるし、トンボ飛んでるし。これが阿弥陀池。
すごい神秘的。うわー超綺麗。1583メートル、横だけかな。すごい薄れてはほとんど見えないけど、ここはめっちゃトンボゾーンですね。すごいトンボが、さっきからもトンボ飛んでるけど、ここはすごいいっぱいいる。はこっち。あ、なんかすごい急、すごい急なんだけど、ここで合ってるの。あ、8号目の駐車場が見えてきました。ここにちらっと見える車が止まってる。あ、車の数だいぶ減ったなあ。ここは最初に通った分岐のところだ。あー、ただいま。ただいまの時刻はだいたい2時50分ぐらいだね。11時50分に出たので、休憩含めてだいたい3時間ぐらいで戻ってこれました。さてさてさて、汗かいたんでお風呂に入りたいんですけど、ちょっと一旦この山を降りることだけ考える。乳頭温泉が近いのでちょっと行ってみようと思います。でね、ちょうどその乳頭温泉の温泉施設のすぐ近くにキャンプ場もあって、ここは乳頭温泉郷。来たー。すごい立派な建物。ここでキャンプ場の手続きして、お風呂入ってゆっくりしよう。ここの温泉最高でした。2種類あってお風呂の泉質が、すごい気持ちよかった。そしてキャンプ場もね、無事チェックインできたので、今キャンプ場に向かってます。の方のね、林間サイトを取りました。電源なしのところだと1泊1500円で、管理費が600円で2100円です。すごい良心的なお値段。いいね、これめっちゃプライベート感あるやん。ビアボーンズのライトが1個壊れた。
ああ、ついたり消えたりする。なんで？そんな使ってないよ。なんか接触が悪くなったみたいだな。よいしょっけー。鮭のムニエルが完成しました。おー、あ、すごい美味しそうに焼けてるじゃないか。いただきまーす。うまい。この旅一の料理ができたかもしれない。こんな肉厚の鮭を思いっきり食べるってなかなかできないですよ。この鮭生活最高すぎる。今日もやろうと思います。なんか昨日よりさらに上手くなってないかって気がする。うまぐらいか。結構涼しい。